明けましておめでとうございます。バーン編集長広瀬和夫です。バーンの1月発売2月号、絶賛発売中ですが、今回はラウドネスが表紙、関東大特集です。あと1月発売は例年ステッカーがついてます。今回はですね、初めてあのカレンダー式のステッカーです。切れ目入ってますからご安心ください。ということで、関東大特集はニューアルバムをワールドワイドでリリースするラウドネスのメンバー全員の個別インタビューが載っています。高崎さんのインタビューは僕がやってます。はい、他の3人を前田くんがインタビューしています。こちら新原さん、全員やってます。そしてですね、今回は、ロサンゼルスでのガンズ&ローゼスのライブリポート、増田さん。増田さんよく行きますね、ガンズね。やるたんびに多分行ってると思います。大々的なフューチャーとなっていますので、ね、読み応えもバッチリです。ドキュメンタリー風のライブリポートになっています。それからもうじき来日するパンプキンユナイテッドのカウントダウン企画も今回載ってます。さらに、あ、そうだ、今月はですね、人気投票の、応募ハガキが入っているということで、我々の方でもですね、2017年を総括して、伊藤さんをはじめ外部ライターの方々と編集部、我々、ベスト10とかね、いろいろ選んでます。そしてマシンヘッドがね、ニューアルバムが出ますんで、そのインタビューが載っています。そしてポスターカレンダー、今回は亡くなってしまったマルコム・ヤングのアリシの若き日の勇姿ですね。これはかっこよかった。モットアルディアスのシンガーであるラミさんがまたソロアルバムを出しますということでインタビュー。そして、マイケル・モンローの来日がありましたので、この大フューチャーしてますね。これが扉。そして、ライブリポートとインタビュー、ライブリポートこちら、インタビューも撮ってます。その他、ディジー・ミズ・リジーがね、素晴らしいライブアルバムを出しました。本当に素晴らしい内容で、そのアルバムについてのインタビューを載せています。そして来日があったのはラスマスですね、ザ・ラスマス、彼らのライブリポートとインタビューも載っています。というバーン2月号、絶賛発売中です。よろしく。あ、そういえば一つ忘れました、バーンジャパンがですね、今月出ます。1月31日発売。高崎さんがレイジーでデビューして40周年ということで、レイジーとラウドネスの高崎明という、独占インタビュー、レイジーの他の2人にもインタビューをしています。その他盛りだくさん。1月31日発売、バーンジャパンもよろしく。